ここの石の柱は環状列石だ。俺たちの町は古代遺跡の上に立ってたんだよ。黄金剣士ドラン剣斬ドヒャー、宝石がロボットになっちゃった。あれがレジェンドラの勇者なのか。我が名は黄金剣士ドラン、レジェンドラの勇者だ。ロボット喋ってる。我が主よ。主って俺たちのこと？いかにも。私を目覚めさせた君はすなわち我が主。じゃあ何でも言うこと聞いちゃうわけ？主に忠義を尽くす、それが勇者の務め。何なりと命ずるがよい。それじゃあ命令する。あいつらやっつけちゃって。心得た。私に従わぬ勇者に用はない。やってしまえ。だがこのキャノンガーに勝てるか。ああ、ドラ！いつまで耐えられるかな。ゴールゴー！ノミ！これがゴルドラン。かっちょいい。キャノンガーをなめるなよ。とどめだ。本当の主をあがめぬ報いだ。お主の攻撃はそれまでか。ならば今度はこちらから行くぞ。スーパー龍河拳強量弾切り。礼には及ばん。主のために力を尽くすのは当然のこと。おいらたちが主か。なんかかっちょいいじゃん。なんて浮かれてていいのか。え？そうだよ。もしかしたら僕たち大変なことに巻き込まれちゃったんじゃない？そういえば、確かにちょっとやばいって感じ。
オイラたちこれからどうなるんだ。主は私の仲間を探すのだ。仲間って？私には7人の仲間がいる。7つのパワーストーンとなってこの世界のどこかに眠っているのだ。君たちはそれを探し出さねばならない。なんだって？それはいいことを聞いた。ならばその7つのパワーストーンを手に入れるまで。あるぞ。